AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。ウクライナ軍がクリミアに攻撃しました。ロシアの港町セバストポリが炎上しています。ロシアの侵攻が始まって以来、ゼレンスキー大統領をはじめとするウクライナの指導者たちは占領地の支配権を回復するために努力してきた。戦後1年、ウクライナ軍はロシア軍を押し返すために大きく前進し、現在クリミアに非常に接近している。半島の地形からして攻略が難しい地域であり、ロシア軍とその同盟国は大きな抵抗をしてきた。しかしゼレンスキーとウクライナ軍はクリミア奪還という目標に躊躇することはない。最近、ウクライナの無人機による戦争上重要な港湾都市セバストポリへの攻撃はクレムリンによる緊急警報が発令された。ロシア軍は攻撃を撃退したが、ウクライナの無人機が港の多くのポイントを攻撃したため、ロシアは海上輸送を止めた。この地域を失うことはロシアがウクライナ侵攻に失敗したことを意味し、いつロシア領に戦火が広がってもおかしくない。そのためクレムリンはクリミア地方を失わないように必死である。攻撃を受けてロシアとウクライナの両政府関係者は声明を発表した。ロシアは攻撃は撃退され被害はなかったと宣言した。しかしウクライナ側はこの攻撃をロシアがクリミア半島から退去する合図と解釈している。ウクライナ軍の攻撃は撃退されたと主張したクリミア占領軍の知事の発言は後に事実と異なることが明らかとなった。ウクライナ軍は黒海艦隊が停泊しているエリア近くのセバストポリ地区を攻撃していたのである。ウクライナ軍がクリミアで攻撃を強めたタイミングは非常に意味があった。クリミア併合9周年にロシアのプーチン大統領がクリミアを訪問した後のことである。プーチンの訪問は多くの論者によってロシア軍の損失を隠そうとする試みと解釈された。しかしプーチンの訪問をめぐる疑惑や議論に関わらず、ウクライナ軍の最近のクリミアへの進出は両国の緊張を高めています。領土を失うか得るかで戦争の流れが変わることもあり、クリミア半島はウクライナ軍にとって重要な標的であることは間違いない。しかしこの紛争は領土の獲得と喪失だけではありません。現在進行中の紛争は何千人もの命を失い、人々を避難させ、ウクライナとロシアの双方に多大な経済的社会的コストをもたらしている。したがって関係する全ての人々の安全と安心を確保する紛争の平和的解決策を見出すことが不可欠である。ロシアの占領軍はウクライナのアウディウカとバフムートの戦線で勢いを失っています。ウクライナ軍は現在進行中の両国間の紛争においてロシア占領軍への攻撃を続けています。3月23日から3月24日にかけて、ウクライナ空軍はロシア軍の人員と装備のクラスターに対して16回の攻撃を行い、ウクライナのロケット軍と砲兵隊は司令部、ロシア軍の人員、武器、軍備のクラスター、対空ミサイルシステム、弾薬庫、砲兵隊、電子戦基地など様々な目標を攻撃しました。これに対しウクライナの防衛隊は敵の UAV2 機を撃墜した。アブディフカ戦線はウクライナで最も活発な紛争地帯の一つである。戦闘は極端なレベルには達していないが、敵軍はアブディフカ市を攻撃し包囲を試みている。しかしウクライナ軍は陣地を維持することができ、ここ数日領土を失うことはなかった。マリンカ戦線でもロシア軍からの攻撃が続いている。戦闘が続いているにもかかわらず、ウクライナ当局によるとロシア軍は力尽きつつあるという。以前はロシア軍は各戦線で1日に95回攻撃していたが、現在は攻撃の頻度が減っている。先週ロシア軍は第98空挺旅団の部隊や戦車中隊2個を含む予備軍を投入せざるを得なかった。ウクライナ軍は攻撃を撃退し敵に大きな損失を与えており、過去24時間だけで3中隊以上の敵兵が死傷している。バレダー戦線はアブディフカ戦線やマリンカ戦線に比べれば静かだが、ロシア軍はそこで人員や装備に大きな損失をかぶっている。ウクライナの抵抗勢力はメリトポリやベルディアンスクなどロシアの支配下にある都市で活動しており、
爆発が頻発してロシア軍をさらに弱体化させている。一方、ロシア側はウクライナの反攻を想定し、ザポリチア州の防衛を強化しているとされる。ウクライナ側は反攻を口にするのは時期尚早としているが、ロシア側の準備は反攻を予期しているようである。ドネツク州東部の都市バフムートでは、23日にウクライナの国境警備隊がワグネルグループの傭兵による3回の襲撃を撃退した。国境警備隊は迫撃砲で侵略者の予備軍を遅らせることに成功し、ワーグナーグループの戦闘員に襲撃作戦を中止させた。その後の銃撃戦でウクライナの国境警備隊はワグネルグループの戦闘員を完全に撤退させることができた。4人の傭兵が死亡し、10人が負傷したと伝えられています。ウクライナ治安当局、偵察、破壊活動を行うロシア人エージェントを摘発。ウクライナ治安局 SSU はこのほど、キエフ州とザポリチア州で偵察、破壊活動を行っていたロシア人工作員2名を摘発した。 SSU によると、2人の諜報員はロシア連邦保安庁 FSB アルタイ共和国担当部局のキャリア職員がテレグラムチャンネルを通じて募集した。諜報員はロシア人の指示に従い、ウクライナの軍事施設や法執行機関の場所を偵察していた。 SSU の職員は偵察任務を行っていたロシア人諜報員2名を拘束し、軍病院、検察庁、国家緊急事態局の建物の地理参照写真を撮影した。 SSU はロシアがウクライナの標的をミサイル攻撃し、州の領土で破壊工作を準備するための情報データを必要としていると報告した。捜索中、SSU は飛行禁車の携帯電話を発見し、彼らがロシアの任務を遂行し、ロシアとの通信を維持している証拠を発見しました。被告人たちは、対逆罪の疑いがあるとの通知を受け、身柄を拘束されました。一方、ウクライナ軍総司令官のバレリー・ザルツィーニは、英国国防参謀総長のアントニー・ラダキンと電話会談し、前線の作戦状況について報告しました。また、ザルジニはラダキンとウクライナの防空強化の可能性について話し合い、両者は協力を深め、連絡を取り合うことに合意しました。一方、オーストリア法務省は、オーストリアがローマ条約締約国としての義務を果たし、ロシアのプーチン大統領が来日することを選択した場合、国際刑事裁判所 ICC に逮捕・送還すると表明しています。同省は、国家元首でさえ裁判所の前で免責されることはないと指摘し、オーストリアも他の締約国と同様に ICC に協力する義務を負っている。先週、国際刑事裁判所予審第2室はウクライナ情勢に鑑み、3月17日にプーチンの逮捕状を発布した。米国のアントニー・ブリンケン国務長官は、ローマ条約に加盟している欧州諸国はプーチンの逮捕状を執行し、国際刑事裁判所に引き渡すべきとの考えを示している。しかし、同じく署名国であるハンガリーは、これを実行しないと述べている。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。